立ち位置も含めて芝居の段取りは決まっていて、うん、すげえ立ち位置とかあんねや。え、もうアイドルと一緒やん。なあ、入りの位置、周りのセットとカメラの位置、ライティング、これって PV 撮影とかと似てるのかなとか思いますよね。寝てるダイヤも PV 撮ったことあるんですけど、寝てるダイヤの眠り姫 YouTube にあるのでよかったら見てください。切り返しも含めて自分がどう映るか。あ、頭いいね。ただ演技するんじゃなくてどう映るか考えるのが、なんか裏方さんをさ、ね、やった経験って感じだよね、うん、私がどうライブするかみたいな感じだよな、うんうん、今日は多分頭の中でバーってなあ、こうしてこうしてってめっちゃ考える、ね、考える。私考えへん派。私寝る前イメトレする。めっちゃもう本番でなるようになるピョンって。イメトレと全然違う。違うよな。そうね、イメトレ結局できひんねん。結局そうちゃうこって、そうちゃう方になっちゃうね、イメトレしても。私の名前は有馬かな。小さい頃は天才と呼ばれ、みんながチヤホヤしてくれた。ポーズ絶妙すぎ。なんか演じみたいな感じに。有馬かな。有馬かな。またテレビ出てたね、かなちゃん。すごい、ありがとう。黄金時代、黄金時代、天狗やってたよね。今ではネットでオワコン子役と呼ばれている。こういうのってさ、もう傷つくよね、うんうん、写真に悪意あった今のは、うん、かわいい、かわいいもん普通に。え、かわいそう。売れたら売れたで辛いんだろうね、うん、一瞬売れるのも大変やけど、人生の中でそれが何歳の時であっても輝いてた時期があるってすごい大きいと思うんだけどね。世間はね、それをね、もう終わったって言うんだよね、なんかねって思う。小学生あたりでどうやら終わってしまった私だけど、子役からって難しいって言いますよね。せやな、その印象がどうしてもついちゃうから、うん、何が何でもいい作品にしたい。付箋の量が、うん、めっちゃ付箋貼ってる。そのためなら、わらにもすがる。わら、わらなんや。わら、うん、わら、わら、わらだったのか。すでに4話まで公開済みで、視聴者のほとんどが落胆し、星1だ。星1はやばいよな。マイリスト11。うん、リアル。失敗作の烙印を押している。薄っぺらい。つまらない。リアルな声。うん、漫画でここを読むときはいつも泣くし、何度も読み返すほど大好きなシーン。作品愛あるんだね。いい役者だ。泣ける場所なんよね。ちゃんと原作めっちゃ読んでるんや。ほっといてよ、勝手についてきて。お前の考えそうなことだ。おー、読み頑張る。オーマイガー。くそー、くそー。それじゃあちょっと、でも一人にさせねえよ。なんで海外みたいになってるん。ラッパーエンションがラッパーよ。まずいまずいまずい。あ、来た。あ、不気味。ストーカー？水たまりで足音がマイクに乗っちゃってます。イカシで感じ出てる。計算よな絶対、うん、立ち位置決まってるって言ってたのに、うん、だから使えるものは全部使う。もうすべて頭の中で計算してるんでしょうね。あ、わざと雨使ってんの、やっぱ頭がいいから ね、 ね。お前そばで顔見るとブスだな。おお、マイクに入らないようにね。なんつったおめえ。この子は俺の大事な友達だ。すごく原作っぽい。怒らせたんだわざと。すげえ、スイッチも入れれんねや相手の。すごい な聞こえへん、このカメラに階段範囲内でこう悪口言って。本気でやってみろよ有馬かな。相手のことも考えてちゃんと動いてる。相手を立てれる役者になりたい。私もすごいキュンキュンしちゃうじゃん。キュンキュンしちゃう。もう好きになっちゃうやろ絶対。なあ、すごい、すごい息が合っとる。諦めて流されろや。悪はすごいな。永続ってきちゃった。うわー、すごい天才やん。お前の人生は真っ暗闇だ。目黒くなってる。すごい鳥肌立つ、乗ってるからね、思いがね重なってるんだよね。それでも光はあるから。あ、泣いた。これが広いや。なあ、すごい、これが広いや。あーやった、素晴らしい演技できたね、かなちゃん。よかったよ。悪い、拳当たったよな、力っちまって。結構ちゃんと当たってた。めっちゃいい人。
やっぱ演技は感情乗ってなんぼだよな。いい芝居だったよ。いや最後すごい良かったですよね、うん、さっきの大根どうしたんだちょっと上からよね。なめっちゃ上からおかげで有馬も本気出せたんじゃないか。アクアすごいね。なんかこういうのが分かるっていう。若い子相手にしてるんだから織り込み済みだって。優しいな。優しい。この人がちゃんと分かる人でよかった。ほんまに止めへん人でよかった、うん、いいシーンになりそうで、かなちゃんも嬉しいだろうね。みーちゃんよかった、いい人って。この人は気に入ってくれてね、ちゃんと、ね、実力見てくれてる感じしていい。かなちゃん、あ、はい、好きなってんじゃん。気になってんじゃん。わあすごい、うん、いいねいいね。わあかわいいな。かわいい。ジュースを舐める天才の少女やから。ベッドだと熟睡しちゃうけど、フローリングだと4時間くらいで起きれるんですよね。健康。確かにベッド入ったら終わりよな。終わりなあ。絶対無理やもん。起きれ。先生がボロボロになりながら書いた作品をあんな適当でバカにしたようなドラマにして、納得いかないですよね、本人たちからしたら。そりゃそうだよな、作ってる側はな。確かに原作の人の気持ちとか考えたらね、なんかいい作品作ってほしいって思うのが普通やから。それでも光はあるから、私はドラマ化受けてよかったって思えた。おお、よかった。いやー、よかった。そう言ってくれることが本当からしたら。ちなみにあんた彼女とかいるの？いないからスキャンダルもクソもない。ふーん、ん、かわいい。気になってるやん。かわいい。ちょっと好きなのかな。好きじゃないのかな、ね、ほら、なんかちょっと気になってんじゃない。この作品は有馬さんの演技に支えられていたと思います。ありがとうございました。すごい。でもなんか自分のことでこんなに笑顔になってくれるとか、なんか涙流してまでいい笑顔してもらえたらすごい嬉しいですよね、やっぱ。わー、泣いちゃう、こんなん言われたらもう号泣ものですけどね、なんか嬉しくて私まで泣きそう。恋愛リアリティショーに興味はある？おー、よくあるやつね。テラスハウスみたいな話かな。おー、次の仕事かな。あの子は俳優、あの二人は最大手アイドルグループの子。うわー、すごい、レジェンド学校やな、ね、すごい。なんかいいね、夢あるね。芸能科高校ってすごいんですね。私は高校生の時、普通科に通ってたから、しかも田舎だったんで、芸能科みたいなの全然こう触れ合ったことないから、やっぱ学校から違うんですね。こういうの知れるの面白い。ここは日本で一番見られる側の人間が多い高校でもあるわ。楽しそうやな、なんかこんな学校あったら、ね、いいな。刺激ももらえるし、ね、大阪にもあるもんな、芸能科の学校とか。あ、そうなんや、うん、あった。知らん、すげえな、うん。もうキラキラしてる、すごい。何やろうな、うわ、すごいな。え、キラッキラしてる。絶対いい匂いしそうやもん。ほんまにこの部屋全員可愛いしかっこいいねんな。うわ、うん、みんなキラキラしてる。地元の中学校とは明らかに別物。地元の中学校比べたなあ。すごいコール見てる方向違うのよいや、見てるところ違うよ。すごい顔見すぎ見すぎ。私もこうなるかもしれん。すごいっつって、すいません、ジロジロ見てもうて。方言かわいい話し方。え、方言かわいい。かわいい。京都弁っぽい。うん。おいよ、生まれも育ちも神奈川、喋り方はなんていうか、ノリ？伊勢関西弁だった。神奈川なの？え、ノリ？え、そうなの？いや別に友達作りにこの学校入ったわけじゃないし。強がっとる。ツンケンしてる。ごめんね、辛いこと聞いて。もう教室での話しなくていいから。哀れんでるやん。できなかったやつか。元より一般科はそっちと違って中高一貫だから、それなりに友達関係完成してて、交友深めるの時間がかかるんだよ。早口気にしてるやん、きっと。もう無理。おー、よう喋んな。ちょっとムキなってる。めちゃめちゃ喋るやん。それではこの後、教材などの物品購入がありますので。難しい、ロングホームルームって響き。いやな、響きホームルーム、うん、眠たいもん。今日番宣で朝の生放送あって、入学式くらいは出たかったんですけど。はい、かわいいな。うわー、オーラが
すごいね。うわぁ、理由が。知らないフリルがいたんだよ。フリル、フリルか、ルビー、フリル。今日あまり出てた人よかった。お、あら、へー、クールビューティーやな。No. ごめんなさい、何をしてる方ですか。ちょっと意外とメンタルくるやつやな。いやな、今のところ特に。頑張って。でもこのままじゃ、あの子特に仕事ないらしいよ。あー、しんどいしんどいしんどい。そんな意地悪言わんやろ。言わんやろ。逆にみんな多分余裕あるからな、意地悪言わんよな。やだね。やだ、それやだな。胸バカでかくて可愛い子がいるんだけど。よその事務所の子でしょ。ダメ。引き抜きはね、フリーならいるじゃん。ん？フリーランスで名前が売れてる割に仕事がなくて顔が可愛い子。おー、かなちゃん。かわいい子とかな、そんなん言うんや。あくわ、かなちゃん。え、アニマかなちゃんグループ入るの。えー、なんかめっちゃ楽しみ。あ、ここで。あら、ここで終わりなの。あら、そこで終わりか。うん、あ、終わりね。あ、終わった。なんとなく分かってたよ。なんとなくね、止まった時で分かるよね。あ、終わりなんかなって思いながら。なるほどなるほど。もう4話目やからね。せやな、学んできたな、だんだん。うん、驚かんくなってきた、だんだん。分かった分かった。なんかすごいね、展開が。ちょうどアクアとルビーで、こう、交互交互に主人公みたいになってきて、すごい見やすくて面白かったです。次の話も楽しみ。一緒にアイドル活動したりするのかな。絶対可愛い。結構ドキドキチックな展開じゃなかった、うんうん、てかさ、アクアの人間味がちょっとあった、今回の話の、ふとした瞬間に。え、そうそう、出てくるの、うん、友達おらんのみたいな時とかも、うん、なんか、可愛かった。可愛らしい高校生みたいな、うん、ちゃんとなってたな。一面が可愛かったな。ではでは、また5話で。